兵器は、競技には殺傷、破壊力を持つ軍用の器具のことであり、抗議には重要な軍用の器具装置類の総称。この記事では、競技の兵器と抗議の兵器の両方について解説する。競技、競技の兵器は、殺傷、破壊力を持つ軍用の器具、軍用の殺傷。競技の兵器は、軍用の武器のことであり、武器の一種である。 例えば、通常の小銃の場合を考えてみると、それを個人が保有して使用するなら、武器であるが、全く同じ型の銃が、軍隊で他人数によって使用されるならば、兵器として扱われる。また、例えば核兵器でも、軍隊が保有すると、兵器扱いである。だが、一人や数人のテロリストが、スーツケース代の核兵器を保有したなら、それは、兵器ではなく、武器である。が、 軍のものを呼び分けている用語で、武器の中の軍が使用しているものを特に兵器と呼んでいるということなのである。そして実際には軍隊から放出されて民間で流通したり自経団や一般人によっても使用されるようになるわけで、同一型の器具、物体が同時期に軍隊でも使われつつ民間でも使われるということも起きる。抗議抗議には 重要な軍用の器具装置類の総称である。講義には各種の電子戦兵器や C4I など直接の加害力を持たない機材も含む。抗議には軍隊が軍事目的で使用しなければならない重要な車両、航空機、船舶、様々な設備、機器等々を広く指すための用語である。この講義の兵器の方は武器とは呼ばない。種類、分類兵器は様々に分類され、 その種類は膨大な数に上る。様々な分類方法がある。使用目的、利用する物理、価格現象やエネルギーの種類などを基準にして、様々に分類することができる。現代の兵器体系は複雑で、すっきりと分類することは不可能である。なお、ざっくりと大量破壊兵器、通常兵器に分類する方法がある。網羅的な一覧については、兵器一覧を 参照核実験による核爆発現在、核兵器を上回る爆発力を有する単独の兵器は存在しない。兵器はシステムとして運用されるために以下の4つの要素から構成され、下位の要素は上位の要素が有効に機能するために存在する。この兵器がシステムであるという特徴は単体で機能する武器とは異なる点である。破壊隊、銃弾、砲弾、 ミサイルの弾頭など、発射体、銃、砲、ミサイルなど、運搬体、車両、航空機、艦艇など、運用体、レーダー、偵察衛星、コンピュータシステムなど、兵器の開発には多くの資金と人材が使われ、生み出された軍事技術が、軍事以外の民生用途にも広がる場合が多いが、逆に、軍事以外の民間で開発された技術が、兵器に転用される場合もある。 兵器は民間で使用される製品に比べて過酷な環境での使用が避けられず長期間保管後に激しく使用される傾向があり生産数も限られる。何よりその機能不全は人命や戦争の勝敗に直接関わるために信頼性や可用性が強く求められる。性能向上を求めて新たな兵器が開発された場合でも戦場での実戦使用を経なければ 兵器としての完成度は不十分として扱われるのが通常であり、最新軍事技術が量産兵器となって現れるまでには5年や10年といった長い年月を必要とする。民生品での新製品開発では1年や2年といった短期間で量産へ移されるので、これと比べれば軍事技術は保守的であり、特にコンピュータ技術や無線通信技術に代表される 電子装置ではこの傾向が強く、兵器の配備50年以上経過して、民間製品としては陳腐化したようなものであっても、これに代わる、新たな兵器を開発して、検証、量産、訓練、配備する、大きなコストやリスクを避けて、枯れた技術に基づく兵器が使用され続ける場合がある。兵器の性能について比較が行われる場合があるが、 兵器は使用する環境や操作する兵士の連動によって得られる成果に違いが生まれる。第二次世界大戦で活躍した M4 シャーマン中戦車写真のシャーマンは7 6ト、mm、ル砲搭載型。威力や射程は従来の7 5ト、mm、ル砲より向上したが、ドイツ軍の戦車に対抗するには威力不足だった性能こそ、 ナチスドイツのパンター中戦車やティーガー中戦車に劣っていたが、構成部品の規格化に伴う大量生産と、車体構成部品に高い互換性を持たせたことによる信頼性の保持により、数でドイツ国防軍、武装新衛隊を圧倒した兵器開発では、以下の点が考慮される。自国の技術レベルを正しく認識しながら、段階を踏んだ開発が求められ、 あまり急激な技術を国内開発に求めても失敗するリスクが高くなる。敵国や仮想敵国の兵器性能や兵器体系も考慮されねばならない。敵国に対して過剰な性能の兵器を作る余力があれば他の戦力の充実に振り向ける方が得策である。また、敵国や仮想敵国が類似兵器の開発や技術漏洩によって開発に成功してしまった場合、 その対抗手段の有無が考慮される。例えばレーダーに対するチャフなどである。ただし、原子爆弾のように特殊な例外もある。兵器の開発、量産は国営企業や民間企業が行う。詳細は、軍事産業を参照時刻単独の技術力で求める兵器の開発が可能か否かが重要な要素となり、国内での独自開発が難しい場合は、 他国との共同開発や外国から兵器そのものを購入すること、製造技術の購入、ノックダウン生産やライセンス生産を行うことになり、外国製兵器の模造を行う国もある。また、他国の技術を購入して、これを改良する場合もある。一方で、コストよりも国内メーカーの技術育成などを考慮し、あえて自力開発やライセンス生産を行う場合もある。 兵器全体や主要部品を自国内で生産せずに他国からの輸入に頼る場合には何らかの事情でその入手が困難になった場合に保守整備や修理などに支障が出るリスクが考慮される。近年は電子機器類の多様などから兵器の開発、製造コストが高騰する傾向にある。このため、回マイナス35の開発のように ほぼ同一の機体構造を用いながら様々な派生タイプの機体を開発する統合打撃戦闘機、計画や NATO のように軍事同盟を結び、一国ではまかないきれない兵器コストを相互に保管し合うことで削減する試みも行われている。陸軍、海軍、空軍に分かれていた兵器も20世紀末からはミサイルやレーダーといった技術から相互の共通化が顕著になり、 21世紀には当初から2軍で共通する兵器開発が行われることが珍しくなくなっている。例えば戦闘機のユーロファイター対フー風はイギリス、ドイツ、イタリア、スペインの4カ国が共同開発し、組み立てについても各国の分業体制で行っている。例えば海 -35 はアメリカ合衆国の航空機メーカー。 ロッキード・マーティンが中心となって開発されたが、その後統合打撃戦闘機計画に基づき、アメリカやイギリスなどが共同で、海 -35 ライトニングを開発。海 A-18 ホーネットの後継として、基本型の通常離着陸機、艦載機、短距離離陸、垂直着陸という3つの派生系を開発、製造を目指している。例えば、 大韓民国陸軍の K1 戦車については、戦車開発の経験がなかったため、クライスラーディフェンス社が設計、開発を担当し、生産を、韓国の現代車両社が担当した。兵器を保有する場合は、国内世論や、周辺国、同盟国などの理解も得ねばならない。軍備の大幅な増強や、各兵器、空母、潜水艦の新規保有といった戦力バランスの、 変更が起きる場合は、周辺国の緊張を生じる危険がある。日本では過去に導入したイージス艦や、回 -4EJ 海などのように、あえて対地攻撃能力を省いた兵器を選択することで、周辺国からの緊張を招かないように配慮したことがある。なお、こういった事情が国内外に100%理解されているかは不明。この例のように、 日本だけに限らず多くの先進国では採用される兵器が常に敵への加害性能やコストのみを考慮して採用されるとは限らず過度に周囲の緊張を招くことで互いに軍備の拡張競争に入らないように常に注意が払われている。兵器ではないが九百八十年代に行われたアメリカ陸軍の m 九百十一 a 一の後継手のトライアルでは欧米の 各重機メーカーが売り込みを開始した。後に4軍すべての正式拳銃採用計画へと変更した際は、ベレッタ社、シグ社の2社が有力視され、シグ社のシグサウアー P226 が採用との見方が強かった。だが、採用されたのはベレッタ社の M92 回であった。この事態に P226 の製造が、 旧敵国の西ドイツの会社が行うために M92 回が採用されたなどという噂も囁ささかれたが実際にはイタリアを含む地中海沿岸に対空ミサイル部隊を配置しようとしていたアメリカ政府が反発が予想されたイタリア国民に対する怪獣を図ったためであった。しかも M92 回は射撃をしているとスライドが割れて後方に飛んでくるという欠点が見つかり 特殊部隊などでは、剪定に漏れた P226 を、海兵隊では信頼性が高かった M1911A1 を好んで、サイドアームとして使用しているという。日本の航空自衛隊の FSX 国産、開発に対する対日貿易や火事などを理由としたアメリカ政府の圧力も有名である。1938年のドイツでも、 ソ連の T-34 に対抗する戦車として、3-4合戦車の後継手開発が行われた際、ドイツ国防軍助装部の要求に、マン社とダイムラー・ベンツ社が設計案に基づいた模型を提出。ダイムラー社の設計は斬新であり、総統のアドルフ・ヒトラーもダイムラー社案を痛く気に入っていた。しかし、砲塔の施策が間に合わずマン社の案が採用された。 満車の案が採用されたのは何より T-34 がドイツ戦車を次々と葬っていたため時間がなかったことが挙げられている。このように時間的制約やその時の同盟国との政治的衝突や経済的状況など様々な不確定要素が障害となる可能性も十分にある。一方で兵器の開発、製造を規制する動きもある。 第一次世界大戦後のワシントン海軍軍縮条約や対人時代の使用、貯蔵、生産及び異常の禁止並びに廃棄に関する条約などがある。ただし、ワシントン会議後の1920年代から1930年代の戦艦期には確かに主力艦の保有数の制限があったものの技術開発は続けられた。また、 それら条約を批准しない国があるなどの問題もある。近年では、クラスター爆弾の使用を規制する、クラスター弾に関する条約などが有名であるが、やはり批准を拒否する国が存在する。詳細は、軍縮及び、規制が議論されている兵器を、参照新たな兵器が採用されるに伴い、老朽化や旧式化した兵器は、退役を迎える。 兵器の寿命はその兵器の耐久年数のみならず、新たな技術革新や技術の進歩に合わせて異なる。また、新兵器の更新が進まず、老朽化した兵器の延命回収を行う場合もある。顕著な例としては、アメリカ空軍の戦略爆撃機 B-52 がある。1952年の初飛行後、B-1、B-2 などが登場してもなお、その 枯れた技術を基礎とした信頼性の高さから最終量産型である H 型は2045年までの運用が予定されている。詳細は B-52 今後の運用を参照また第二次世界大戦時に建造されたアイオワ急戦艦、アイオワ、ニュージャージー、ミズーリ、ウィスコンシンの4隻は1980年代の600隻。 艦隊構想に基づいて近代化改修が施され、冷戦が終結する1990年代前半まで運用された。世界初の攻撃ヘリコプターとして有名な R-1 は、もともと R-56 の開発に時間がかかることが予想されたため、開発が完了するまでのつなぎの暫定攻撃ヘリコプターとして採用された経緯がある。しかし、R-56 は、 技術面、コスト面の問題を解決することができず、最終的にキャンセルされ、R-1 は主力攻撃ヘリコプターとして、現在でも派生型が運用されている。アメリカ合衆国アリゾナ州、デビスモンサン空軍基地のアマルグで、モスボールされ、保管される兵器たち手前に、UH-1、奥2回マイナス4が並ぶ、第1戦から退いた兵器は、 様々な予定を送ることになる。状態の良いものは、モズボール化され、有事の際に、前線で、兵器や物資が不足した際に再利用される。また、他国への輸出商品となる場合もある。太平洋戦争終結後、海上自衛隊に、アメリカ海軍から供与された、後に、朝日型護衛艦と呼ばれることになるアミックとアザートン、は、もともと対戦終結後に、 予備官となっていたものであったし、中華民国では、自国の海 -104 の維持のため、航空自衛隊やドイツ空軍などで退役した海 -104 を投入し、機体数維持や部品取りに用いた。これらに加え、博物館などで予定を送る場合もある。しかし、アメリカ海軍の F-14 艦上、戦闘機などの蒸気の二つは、保管や維持に、 コストがかかるため、不必要となった兵器は、最終的に解体、スクラップとなる。ただし、兵器は、その運用を、設計思想から頑丈にできているため、解体自体にも多くのコストを必要とする。ベルリンの壁崩壊によるドイツ再統一に伴い、ドイツ連邦軍は、東ドイツの東側の兵器を多数保有するに至った。ミ g -29 などの一部の兵器は、 ドイツ連邦空軍で引き続き運用されるか、インドネシアなど他国へ売却されたが、西側との規格の違いや運用コストの高さなどから、多くの兵器が解体された。H.G. ウェルズの宇宙戦争の差し絵架空の兵器である火星人の戦闘機械と実在した、水雷昇格艦などをモデルとしたイギリス海軍、艦艇、サンダーチャイルド映画や漫画、アニメーションといったフィクション作品。 テレビゲーム、果ては、伝説や神話などにも兵器は登場する。実在する兵器や実在する兵器を元としたオリジナルの兵器、実際に確立された技術を用いた架空の兵器、全く空想の技術、素材、世界観を元とした架空の兵器など、様々なものが登場している。実在の兵器の性能を忠実に再現し、リアリティを高めた作品がある一方、 制作者側外とした、もしくは、資料、知識不足から誤った描写がされている作品も参見される。特に兵器を所有する軍隊などからの協力が得られれば実写や実機を登場させることができる。一方で、日米共同制作のトラトラトラなどのように、すでに実物が存在しないため、形状が似ているものを改造し、撮影に用いた例もある。 この作品では、練習機の T-6 的サモベース二例式、艦上戦闘機や99式艦上爆撃機が用意され、大日本帝国海軍の空母、赤木には、アメリカ海軍の歴新ン,ンが代用された。赤木の環境は、左舷側にあるが歴新ン,ンは、右舷側にあるため、作中歴新ン,ンのパネルを登場させ、役者に赤木であると言わせる念の入れようであった。 SF、空想科学作品等では物語を盛り上げる小道具として実在の兵器から全くの空想の兵器まで多数が描かれている。リアルロボット作品では架空の素材や技術を用いた架空の兵器である巨大ロボットに兵器としての性格を与えることで実在感を持たせることに成功した。テレビアニメ、装甲機兵ボトムズに登場するアーマードトルーパーは 同系機同士で戦い、破壊されれば乗り捨てるなど、徹底的に消耗品として描かれている。歴史改変ものの架空戦機などでは、第二本帝国陸軍の四式中戦車や富岳、ドイツ海軍のグラーフツェッペリンなど、試作のみに終わった兵器や量産が間に合わなかった兵器、計画のみの兵器の登場が多く見られる。それらは時として、戦局を左右することもある。 実在する軍用機が多数登場するナムコのエースコンバットシリーズはそれまでのフライトシューティングゲームとは異なり物理法則や操作性などに関するリアリティの多くを限界まで簡略化することによりプレイのしやすさの大幅な向上に成功した結果としてその他のフライトシューティングゲームのようなミサイルや弾丸の残弾制限や航空機の物理法則に 従った軌道や運動といったリアリティは低下したが、手軽に、シューティングゲームが楽しめることからシリーズ、累計販売本数が1、000000 000、000本を超える人気タイトルとなった。ありがとうございます。